いよいよ師匠は相撲史を飾る名取組の展開であります。栃錦対若乃花、しかも栃錦若乃花ともに11勝2敗、この一番に初場所の優勝をかけての大相撲であります。この両力士の立ち合いの妙味を高速度撮影でご覧に入れましょう。両者ともに左の相四つ、したがって左肩から入りまして素早く混合力で上手回しを引くところ、見事な手さばきをご覧願いたいと思います。五分に立ちました。左肩から入りまして若乃花左四つ、ついで栃錦間をかせる上手を引きまして、すぐ上手出し投げに行きましたが、若乃花よく残しました。両力士の足の構え、腰の配り、誠に見事でやります。この辺から普通のスピードで撮影したものでご覧に入れたいと思います。左四つ右上手、両者激しく揉み合う間についに水が入りました。正野両力士に相撲の停止を命じました。土俵下をおりまして休養を取る両力士、満場熱狂の大相撲、期待通りの激戦となりました。再度土俵に上がりました両力士、左四つにがっちり組み合いまして戦闘再開。若乃花の上手出し投げ、栃錦よくこれを残しました。この相撲前後半を通じまして若乃花後勢また後勢、栃錦よくこれをこらえています。各すること十数呼吸、数十呼吸、ようやく両者ともに疲労の色が見えてまいりました。ついに再度水が入りました。結局編成役協議の結果、一番を取り直しと決定いたしました。勇気凛々と再度登場いたしました若乃花栃錦両力士、満場まさに熱狂のるつぼでやります。さて立ち合い見え飛んだ若乃花、右から小手投げ、鮮やかに決まりました若乃花の勝ち。誠に見事、鮮やかという一語につきます。若乃花快勝。